小さな声でお送りしています。今ですね、ちゃこちゃんは、いつものベッドで寝ています。喋るとですね、ちゃこちゃんが目を覚ましてしまうので、このような小声でささやくように、お送りさせていただいています。今日午前中に、避妊手術のため、病院に連れて行きました。帰ってきたのは5時半をちょっと回った頃でしょうか。それからですね、部屋の中で、部屋というかケージの中に、戻したところですね、何かこう、なんていうのかな、挙動不審というか、怖い思いをしたということで、ケージの中をうろうろ歩き回りました。そして、しばらくしてからですね、ベッドに行って寝るのかなと思ったら、お腹の糸ですね、糸を、舐めて引っ張るような仕草がありました。これはちょっと危ないということでですね、黒犬は、なでなでをかなり長い時間繰り返してですね、いたところ、ちゃこちゃんはすやすや眠り始めました。よしと、これはいいぞということで、大体6時ぐらいですかね、に、なでなでで、お休みモードに入りました。1時間ぐらい、7時をちょっと回った頃に、またちょっとコソコソ音がし始めて、起きているのが分かったので、見てみたらですね、また気になるのか、人を引っ張っていました。派手ですよ。そしてすぐにまたなでなでを繰り返し、また寝かせつけました。これはかなり有効です。ただですね、病院から帰ってきてから、黒犬が、ケージの扉を開けて、なでる仕草をするとシャーを言います。それから来てすぐくらいは、初日のようにうーっと低い声でうなったりもします。やはりよほど怖い思いというふうになったんでしょうね。ただなでなでをし始めると気持ちがいいのか、目をつぶって眠ります。これが7時過ぎ、それから8時過ぎ、今しがた9時をちょっと回った頃ですね、に起きました。これだいたい1時間起きくらいに目が覚めるという感じですので、また次の起床時にはなでなでをしようと思います。このようなですね大きな声で喋るあたりで、目を覚ましてしまうというのが、ちょっと今危ないのでですね、そろそろこんな感じで放送を終了させていただこうかと思います。この先に、今ちょっと青いママと相談しているのは、それでも深夜になるとですね、目が届かないので、何度も起きて、舐めて引っ張るようであれば、黒犬の長袖 T シャツを切って着せてみようかと、そんな風には考えています。とにかく多分ですね、午前中に病院に連れて行って、お昼くらいには手術があって、その後全身麻酔で寝ていて、時間という意味ではですね、お昼だったとしたら6時まで6時間ぐらい、それから家に帰ってきてから今そろそろ10時になろうかという、9時半ですね。ということはそこから、3時間4時間ぐらい、
深夜12時だとしたら、まあ12時間程度、縫い合わせた状態の傷口を、カバーしているということになるわけで、人間の傷も、考えてみると割とこうくっつく時間っていうのがありますよね。猫の場合は多分それよりも回復力はあると思いますので、そんなに心配しなくてもとも思いますが、危ない。おやすみ。それ以外は、健康そうです、そうですね。1階から2階に上がる時の、ステップの感じも大丈夫そうです。はい、皆さんどうも、こんな声で喋っていて申し訳ありませんが、ちゃこちゃんは元気にしております。皆さんご心配なくということをお伝えして、今日の放送はここまでとさせていただきます。それでは明日お休みですので、明後日月曜日12時半に皆さんお会いしましょう。ではさようなら。食べなかったね。で今10時半を過ぎました、またちょっと起きてですね、お腹の糸をかみかみしていたので、ちょっともうはっきり起きちゃったんだよね。さっきはうとうとだったからすぐ寝てくれたんだけどね。ちゃこちゃん、
気になるね。多分ムズムズするんだね。しゅんくんがお腹すいちゃったんだね。